よっしゃやるぜ。真剣勝負一本目始め。真剣勝負一本目始め。じゃあ、今日も元気よく犬のおまわりさん杯を始めていきたいかなと思いますペヤングは明日の UFO キャッチャーありますよ。ペヤングは明日の UFO キャッチャーで撮ってください。よろしくお願いします。はいはい。マイクがすごいな。ちょっと今低音聞いてますよ。なんかドンシャリ系です。どうしたのこれマイク。ドンシャリ系ですね。えらい低音が聞いてる。びっくり。犬のおまわりさん杯でございます。みんなの大好きな犬のおまわりさん主催による普通の野良大会になってしまいました。ワンマンによる大会になっております。こういうこと言ってるとね、見てんだよ池田くん。とんでもないことを言ってるね。すみません。好きなんだな。好きなんです、ね、好きなんだな俺のことが。なしょうがないな。好きなら仕方ない。好きならしょうがない。好きならしょうがないですね。帝大将も見たよなんて。見たよ。見んじゃねえよみたいな。まあ、そういうこと言うとまたろくでもないこと言ってるなって言われて、ね、また言ってたね。また言ってたね。おい、いい加減柔道で投げるぞって言われそう。みんな必須ですからね。必須ですからね。すごい強そうな人いましたよ、この間。武道始めって言って、はいはいはい、各警察署、まあ道場が必ずついてるんですけど、はいはい、その道場開きの日、毎年、はい、新年にあるんですけど、すごい強そうな人がブワーッおー、でっけえなお前っていう猛者が集まってくる。すごかった。あれ、おまわりさんって強いですよ。強いですよね。強い、びっくりした。絶対にすっげえ強そうだった。腕長くての首とかやべえなーってねじ伏せていくわけですよ。あれで間違ってもね、戦い挑んじゃダメですね。ダメですよ。腕力も権力も持ってますから、ね、権力と腕力、ワンワン力ですね。ワンワン力ワンワン力を持ってると思ってる。ワンワン力、それがワンワン力。犬力、権力とあった。よかったね。あ、よかった。宣伝、前人未到のゲームセンターコメディ東京ヘッド、これは舞台の方が、はい、大塚義一先生の原作による舞台が、行われます。3月18日の水曜日から3月23日の月曜日、はい、東京グローブ座で開催されます。近いですよ場所。大久保だっけ、新大久保だっけ。大久保ですね。近い帝からもうサクッと、一駅で行けちゃうんで、はい、チケットの方は1月31日土曜日10時より各プレイガイドで発売と。いわゆるロッピーだったり、はいはいはい、チケット、イプラス、とかあの辺ですかね。そうです、ピアとかね、インターネットで、検索、東京ヘッドで検索していただければチケットご購入できると。これヨーロッパ企画という有名なところが主催して脚本演出やってらっしゃいますんで、かなり面白い。あれです、何でしたっけ。ノーコンキッド見た人は第4話ドラクエ会ってのがあったと思うんですけど、はい、あれの監督です、上田さん。なるほどなるほど。あの方が演出やってらっしゃる東京ヘッドということで、ちょっと皆さん大塚くんの原作がどのように舞台で再現されているのか、はい、キャスト僕ちょっとあんまり芸能界とか疎いんですけど、はい、かなり若手のね、ホープが出てるらしいので、特急ジャーとか出てる人だとか、かなりちょっと仮面ライダーとか特撮系好きな人はおおっていうキャストになってるかと思うんで。なるほど。じゃあもう相当動いたりするわけですね。そうですね、多分もうライダーキックの一発やるやつ。ライダーキックの回し蹴りだ。まあ、何が面白いって、この舞台、はい、僕たちが知ってる人がを芸能人がおそらくそうですよね演じるわけじゃないですか。あんな人やこんな人を、吉峰さんと池袋サラとか、はい、はいはいはい、羽田さん、新宿ジャッキーとか、はいはいはい、知ってる人を、まあ、キャサオコさんとかね、はいはい、それがもうすごい俳優が、芸能人が俳優さんがやっちゃうわけじゃないですか。もうそれって初体験じゃない、僕ら。すごいですよね、知ってる人を芸能人が演じる、やってるっていう、笑っちゃうよね。なんかすごい再現 V というか、なんというか、そうですね、豪華な再現 V になってるのかなと。うわ
なので一回見に行って人はちょっと楽しければ何回か見に行くと、こういう舞台ってこうだんだん千秋楽に向けてね、そうなんですよ、変わっていくんですよ、完成していくっていう話ありますよね。あと絶対舞台って一箇所エチュード入れてるじゃないですか。エチュードをね、アドリブのところアドリブの部分がねとかあったり、あれは毎回、ね、毎回違うと、うん、ネタを入れてたりして、そんなんで僕たちの大好きなバーターファイターがちゃんとね、モチーフになってる舞台になってますよ、ね、じゃあこんなのはなければ舞台なんて見に行かねえだろうと、本当ですよ。せっかくなんでちょっと皆さんぜひ見に行ってほしいなと思いますね。はい、はい、というわけでじゃあ今日はコーリー先生と野良コーリーがいたので、野良です、一緒に実況をしていきたいかなと。ゲームの方は月下の剣士大会、イズムは自由に切り替えていいんでしたっけ。試合ごとにイズムは自由に切り替えてもらって構いません。力と技、力と技、自分の好きな方を相手によって切り替えていってください。よろしくお願いします。じゃあ準備ができたら試合開始しますんで、今しばらくお待ちください、はい、今日は初代月下となっております。ユキと、主人公が強い、そうですね、カエデが強い、強いゲームいかにしてこのユキとカエデを、攻略していくか、そして、各自キャラ、使用することができます、はい、ただしコマンド入力を失敗するとその場で失格とさせていただきますので、はい、どうかコマンド入力は正確によろしくお願いします。茶色い竜が出た瞬間、あ、もう茶色い竜が出た瞬間負けです。負けですよね。ダメです。茶竜が出たら負けです。もうそれはもう許されないですねそう、茶色い竜で、ワンピーがとシルバーサムライ、ツビアとスパイラル、あ、もうダメです、負けです。負けです、負けです。やはり鬱陶しいことで、みんな失敗することを前提にシルバーサムライとスパイラルがやたら強くなってるっていう X 面で練習してる。なんだお前、なんだお前、相当やってんじゃねえか、失敗しても強えみたいな感じで、今もう散々50円使わされた記憶ありますけど、はい、失敗は失敗として、失敗失敗として諦めてください、はい、シルバーサムライで悪書きしないことしないでください。手裏剣投げない、手裏剣投げない、ガリガリガリって削られてね、サンタビリ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 強えんだよやめて、普通に強いんだよ、そう普通に強いんだよシルバーサムライでいいじゃないかと、そう、そう、そのままシルバーサムライ使ってない、だったら最初からそれで出ろよと、そう、それでお願いしたいから、こんなレベルです。まあ、ユキが猛威振るってますね。そうですね、まあ、ユキちゃんが、まあ、このゲームはかなりやっぱり強いんですが、まあ、その辺はちょっとストリートファイター能力で埋めていくっていうのが2015年らしいのかなと、はい、そうですね、頑張ってユキを牙城崩しましょう、まあ、結構出場キャラクター選手見てみるといい感じで、いい感じですね、いい感じでいると思います。はい、いい感じで楓とユキがいると思います。そうですね、いい感じに、いい感じ、今日ボムさんがいないのがちょっと残念なんですが、そうですね、まあボムさんのハゲがかなり強いんで、あ、そうだそうだ、リンチェが、そうですね、まあちょっとボムさん今日いないので、ボムさんがいない間にやっちゃいましょう、無影客が出ない間に、そうですね出るか無影客。東京ヘッドはじゃあ皆さん舞台の方ね、よかったらぜひ見に行ってあげてください。なんかすごい技術が使われてるらしいですね。ああ、そう、何でしたっけ、モーションなんとか、なんかリアルタイムモーションキャプチャーみたいなね、なんか怪しいで、大塚くんに、はい、原作者の大塚義先生に、はい、それ何なのって聞いたら、はい、俺もわかんないって誰もわからない。こういうのってあれですよね、やっぱり原作はもう完全に手を離れてるわけですよね。ああ、そうですね、まあ大塚くんが監修はしてるみたいなんですけど、はいはい、基本的にはもうお任せ、お任せですよね、お任せスタイルだということみたいなので、ね、かなりまあ面白そうでは、まあ、なんかちょっと話をして、ちょっと情報出てる情報を見ると、はい、まあ、東京ヘッドには基本的にはリアルドキュメンタリーなんですけど、はいはい、まあ、ちょっとここにはストーリーテラー的な女性の主人公が舞台には当てられていると、この村川エリさんですかね、はいはいはい、この方が主人公と、女性が主人公と、この方のじゃあ視点で描かれていく、視点で描かれていくと、なるほど、そうですね、いわゆるゲームセ、バスへのゲームセンターによくあるこの寝取り寝取られの、展開があるわけないだろうってコミュニティクラッシャーが、コミュニティクラッシャーが、あるのかななんて思った人は残念ながらありません、ということでね、姫はいない、東京ヘッドとなってます。それがあると相当リアルですね、相当リアルでしたけどね、まあ、その辺の危ない話は、いずれね、はい、そういう機会に、していきたいかなと思いますけど、そうですね、東京へと俺も見に行こうかな、うん、チケット取ったらちょっと見に行こうかなと思ってます、はい、土日がやっぱり混みそうですけどね、どうなんでしょうか、うん、日程は出てますけど、あれですよね、だからその日に何時とかいうのはまだ出ない感じですね。あーっと出てないですね、そうですね、まあ出てないかもしれないですね。例えば週末とかって昼の会、夜の会やったり、夜の会やったりするもんですもんね。あ、そうですね、ちょっとその辺はちょっと皆さん各自東京ヘッドの
オフィシャルサイトをちょっとチェックしてほしいと思います。はい、というわけで、組み合わせが決まりましたね。組み合わせ決まりましたね。はい、じゃあ福選手、ニピオ選手、じゃんけんで席だけ決めておいてください。じゃあ野試合これで最後にしていただいて、はい、準備ができたら試合開始していきたいと思います。まあ、月曜日ですよね、今日ね。月曜日お客さんいますよ、ね、割と月曜なのに、月曜日になるのにゲーム疲れなし、本当にゲーム疲れなし、土日もゲームして月曜もゲームして、月曜もゲームして、月火水木筋肉マン、筋肉マン、金土日もう休まない休まないヤッホーですよ、ヤッホー負けるもんです。いや超人です。あの超人の皆さん、ここにコーヒーのロケテストタダです。これ、はい、どんどんみんな飲んであげてください。超人ドリンクが、超人ドリンクコーヒーがあります。これどんどん飲んでください。飲んでください、はい、犬のおまわりさんからのおごりになっておりますので、どんどん飲んでください。よろしくお願いします。タダですんでね。タダですね。どんどん飲んでください。飲めば飲むほど強くなる、ね、飲めば飲むほど強くなっていく、強くなる、倒れるたび傷つくたび俺を強くする、強くする、はい。おルール破りの大丈夫ですか。イベントモードなんていう甘えはなかったかもしれないですね。はい、ネオジオです。330メガショックです。330メガショック、ネオジオ、あまりにも今だと少なすぎてショックだよねショックです、うん、おおって、おおって少なみたいな、メガ、メガ犬のおまわりさん今日何回目だっけ、忘れちゃった。9回目だったかな。これはカレンダーに書いとかないといけないですね。8、9だね。9回目ですね。9回目の犬のおまわりさん杯です。はい、月下、月下の花は花ですよ。 花ですね。月下の剣士、じゃあニコ生配信の方準備ができたら始めていきたいかなと思いますね、はい、ああごめんね、いいよいいよ、どん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 飲んでいいよ、どん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 がっつり飲んでくださいお願いしますいっぱいあるんで、もうありがとうございます、いっぱいあるんで、うん、ガバガバ飲んで、ガバガバ飲んで、ガバガバ酔っ払まで飲んでくださいお願いします。いや分かんない、コーヒー酔い、お腹壊さないように、飲めば飲むほど、でもあれ糖分はほら格闘ゲームはちょっと入れた方のが、そうですよ、一瞬のこう状況判断あるんで、頑張ってほしいかな、判断力ちょっと飲んだぐらいの方が強いっていう、そうそうそう、ゲームもありますからね、はい、バーチャとかねちょっと飲んだ方が強いですから、ね、はい、じゃあ枠取りました、はい、じゃあいきますか。犬のおまわりさん、はい、パート9、月下の剣士大会始めたいと思います。じゃあ、福ちゃんとニピオ、じゃあじゃんけんして席を決めるんだ。福 VS ニピオ、ワンピー、はーい、じゃあ福選手ワンピー側、ツーピー側、ニピオ選手、じゃあ準備ができたら試合開始、よろしくお願いします。はい、あのイズムは何でもいいです、はい、何でもいいです、適当で、適当で、力で技でも、カメラで1号2号どちらでも好きな方を選んで、風車回してください、風車回して好きなだけ風車を回してください。あれ福はユキ、ユキですね、いきなり来ましたね、ここ楓になってる。さあ福行き VS 福行きです。ニピオの、天野ですね、天野ですね、声が渋い方ですね、そうですね、天野も結構火力高いキャラだったりするんで、はい、ここはちょっとね期待したいところ。さあここは静かな立ち上がり、はい、ニピオどのように行こうか、下段からバックステップ、距離を取って、おっと殴っていく、すれ違い、飽きられた、切っていく、これが痛い、あーっと入った、どうだ、減るぞ、6点差、減ったな、しかし投げが入る、パチキン、パチキン、ヘッドバットで返していきましたね、そして B で走っていく、そのまま5連続B で走ると隙が大きいぞそうですね、あ、下段、さあ、ニピオ、ここは丁寧に立ち回っていくが、さあ、距離、いい距離、いい距離で、しかし相手には飛び道具ありますよ、危ない、どうする、蹴り、蹴り、大きいテック、ジャックはリスク少ない、もっと振っていこう、危ない、おっと、当て身、当て身出た、当て身ってよ、すごいな、リピオ、やる、やりますね、やりますね、まあこのやっぱ勇気相手は じっくりに行くこのニピオの立ち回り悪くないですね、悪くないですね、小技をピシピシと当てて、そうですね、たまにも技、あー時間がないぞ、勇気立ち回りも破壊力もありますね、いやー繋がっちゃった、
まず1本選手は福ちゃん。じゃん1本。さあ2票。そうですね、ここは2票ちょっと丁寧に立ち回ってきて、やっぱユキはね、一発がやっぱ火力が高いね。リーチ長いし、立ち回り強いし、火力もあるんでね。火力もあるし、よくできた子ですよ、よくできた子ですよね、本当ね。まあ、結果2ではね、弱くなっちまったみたいなんですけど、ね、その辺がね、やりすぎだな、やりすぎだなっていうそんなにしなくてもいいのに。さあ、BC、中段を織り交ぜながら、裏に回って、殴っていく。これで半分。半分ですか、痛いな。さあ、ここは2票、どうやってガチを崩す。まあ、飛んでも落とされ、地上戦で振り負け。結構きついんですけど、きついですね、なんとか一発を当てていきたい。あっと、うまい、タイク、ナイスタイク、投げた、パーチキー、バキ。さあどうする、置き攻め、おっと、ここは一回引いて、様子見、先ほど取って、そうですね、で、あのフックさんの勇気も立ち回りが非常に丁寧なので、怖いですね、はい、手が出しづらい、そうなんですよね。あっ、クタイク、おっ、クタイク、おっ、投げ入る、ナイス判断、これはいいぞ、追い打ち、裏回って殴っていく、大きいの当てた、大きいの当てたぞ、ガードシェス、あー、いた、我慢しきれなかった、オリコン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 、安いぞ、でも2秒、頑張れ、諦めるな、あと1秒あるぞ、あと1秒、1秒で何も、1秒ではダメだった、勝者、福、お見事。さあ、続いては、ウィッカ選手、ウィッカ、ウィッカと高専レオ選手、じゃあ、じゃんけんして、席を決めてください、よろしくお願いします。ウィッカ、アマノ、ウィッカもアマノ、レオザンテツ、じゃあさあウィッカ VS 高専レオ、そうですね、ワンピーがウィッカ選手が、はい、アマノ、アマノ、ザンテツレオ、ツーピー、高専レオがザンテツ、月下2のザンテツなんかひどいことになってましたけど、はいはい、まあ、ワンも、まあ、ワンもできるっちゃできるけど、できるできる、そんなに広いもんではない。なるほど。まあ基本的に立ち回りやっぱ暫定強いキャラって、はい、駒投げ持ってましたっけ。そうですね。強いんですよね。そうです。ほら暫定さがあります、ね。暫定さあります。すごい男。暫定さ。今のがそうか。めくっていく。ね、おお飛行砲。そうですね。飛行砲。後の木更木エイジというのは。いいですね。カスミ切りも持ってますからね。カスミ切り。そうですね。おっと入っていった。カスミ切り。さあここは天野落ち着いて返していきたい。ジャックパン、ジャックパン、さあビッグアップ飛び込んで、おお飛び入って追い打ち、しっかりダメージ取っていく、あの辺の火力はやっぱアマノいいですね、ありますね、一発持ってますからね。さあここは丁寧に両者立ち回っていく、素早い動き、レオ一気に近づいてくる、あれよ、あっ、うまい、ドキンまでしっかり繋いで、この破壊力すごいですね、素晴らしい、めちゃ減った、めっちゃ減りましたね、ゲージ1本あればそうですね、できる、おっと弾いて、おっとここは我慢した、これは大丈夫、クッタイク、さあ斬鉄何か当てていきたい、何か当てていきたいですね、斬鉄灯籠剣だ、斬鉄灯籠剣、斬鉄灯籠剣、いろいろあります、あるはずだ、いろいろあります、あるはず、あー飛び、コパン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 、繋がってないがタイムゼロ、タイムゼロ、さあまずいいポセッション、ウィッカのアマノ、お見事、さあさあ斬鉄返していきたい、殴って、あっと投げていく、パチキ、置き攻め、これはジャブ、上からもう一度投げ、いいですね、見事です、起き上がりを読まれていたか、レオ、おっと裏待 て殴っていく、クタイク、あー避けた、さあ上から小気味をやばれて、クタイク、殴って、レッドバザー、バキ、なかなか斬鉄の機動力をしっかり殺してますね、そうですね、素晴らしい、さあ斬鉄は放て、おっと飛びが飛んだ、あるか、あーガードした、残念、惜しかった、攪拌なくて、まだいける、まだいける、めくりしっかりガードしてるな、ウィッカ選手うまいですね、さあどうだ、これはジャンプ、お、気候砲、気候出ましたね、気候出ましたよ、気候出ましたね、すごい男だ、残念さんも出ますよ、さあ空対空、蹴りを上げていく、さあ距離を取って一回様子見、この距離からどうする、クナイが飛んでくる、やはりこの斬鉄側としてはこの攻めざるを得ないので、はい、どうしようもないですね、そうなんですよ、なんとか突破口を生み出したいんですが、ああ出たー、どうだ、繋がるか、7段、見事、もうちょいもうちょい、追いつくか、追いつくか、斬鉄ソロ剣決めて、残り4秒、逃げたい、レオ逃げたい、危ねえ、あーなんだそれ、危ない、危ない、が飛んできた、時間切れ1日いやー、いいですね、いいですね、上に飛んできた将棋の駒、そうですね、恐ろしいですね、おっと相打ち OK、8000保証だったか、暫定さん、今ウィッカ選手、はい、最後の最後で、逆転できたというところで、見事ですね、よかったですね、レオ選手、チャンスをしっかり生かしたというか、生かしましたね、さあ両者ともに丁寧な立ち回り、弾いて殴っていく、クタク減ったなぁ、叩き落としましたよ、あんな変のかよすごいな、いい感じですね、クタク、さあ斬鉄は、蹴り、斬鉄、どうなの、飛び込んでダッシュ切り、
ガード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 硬い。おっとめぐり当たったけどジャンプしていたから。さあ距離取って一気に近づく。さあここはウィッカ何かを狙っているか待っている感じか。さあここは飛び込んでいく。あー残念当たってない。ここに来てかなりいい動き。そうですね、さあここから高専レオ選手はさっき逆転しましたからね、はい、ここはちょっと諦めないでほしい。残り15秒殴っていく。あー当たっちゃった。金が入ったー。ゲッタラン。おいウィッカーマのお見事。1回戦突破おめでとう。じゃあ次里芸鷲塚微分かえね。じゃあお願いします。また俺たちはあの微分さんの、はい、スーパーサイヤ人を見れるわけですね。そうなんですよ。微分サイヤ人がスーパー微分が見れるかもしれない。じゃあワンピガは微分さん、ツーピガは里芸選手、鷲塚。鷲塚来ましたね。斉藤はじめさあでもあの微分さんもこのゲームやっぱ強いですよ。使いどころあのスーパーサイヤ人の使いどころに要注目ということで、相当うまいですからね。スーパーカエデ里芸を破れる。さあどう使っていく。さあまずはソニックブーム飛んでくる。ソニックブームソニックブームそうなんです。そうですね、わしとかガイル的な立ち回りですよね、はい、ありますね。ためキャラですか。そうですね、虚空札でしたっけ。さあ、飛び道具、パワーウェーブ、放っていく。さあ、あれかビブン、フータイク。おっと、しっかりと攻めて、ね、動けなくしてますね。まずは動けなくしていく、技術だ。チームからのワン、ツー、スリー。昇竜まで繋いで、そして追い打ちまでしっかり。そうですね、さあ、パワーウェーブ、パワーウェーブパワーウェーブに昇竜拳があるというね。そうですね。ああ強い微分。まず一歩選手相当微分好みです。微分好みな微分好みな、そうですね、微分ライクなキャラです。微分ライクなキャラですね。まあ龍拳タイプじゃなくて微分ライクっていう新しい言葉が三笠で生まれてたということで、さあこの鷲塚里芸頑張ってほしいところ。さあどうする。必殺のガトワンツーかな。ガトツーを出してほしい。ガトツー。おっとここでスーパーモード。微分がスーパーサイヤ人にスーパー昇竜ですよ。微分の俺は怒ったぞ。怒ったぞ。クリーンのことか。あ、見落てる。まずいまずいまずい。微分が完全に微分さんのもう、オンステージオンステージ勝者微分。お見事オンステージ。じゃあ千秋、あ違うごめん、慎吾選手と仏像仮面。じゃあ、はい、仏像仮面試合です。よろしくお願いします。さあ、慎吾ゆき、2P へ。仏像仮面は 1P 側、山野を今日は選択していく。結果の剣士は多少触っていると思われる仏像仮面。ここは98勢の慎吾になんとか一矢報いたいが、なんと慎吾を使うのはうっとうしい、ゆき。注目の第1戦、始め。下段から入っていく。さあ、テミ、ここは引っかからなかった。キングオブファイターズシリーズをやっておけば大体 SNK の格闘ゲームはなんとかなると、言っていた、昨日の風雲目視力大会優勝した慎吾。今日は雪を使って仏像仮面を締め上げたいか。さあここは空対空仏像仮面うまいぞ。ストリートファイター能力を信じて仏像仮面戦い続ける。あー何それヘル。8連山9連山ランオーエチまで決めてこのヘリ。ここからちょっと仏像仮面の逆転見たいですね。一発があるかどうか。さあ空対空うまく飛びを防いでいく。天野突っ込むが当てていく。さあ体を入れ替えて勇気が後ろに下がる慎吾。さあ近寄って、あっ下段から何かをつないでいった。うまい4連山。まずは慎吾一本選手。まあ何度かこの月間ワンの大会やってやらせていただいて解説したことあるんですけど、この雪のステージ、この雪が降ってるんですけど、これで処理落ちしてコマンドの入力のタイミングが変わるといううっとうしい、話がありましたからね。ガチ勢の話を聞いたらね、この雪ステージただでさえ強い雪がさらに強くなると、いやむしろこちらが弱くなるという。どうだ危ない。さあここは天野武装仮面頑張る。あーっと連続技が去る。アイスゲイズ6連続中段折り混ぜる空対空で落とされて地上戦。いやまた空中戦を制していく。残り体力少ないが諦めないでほしい。武装仮面頑張れ。下段しっかりガード飛び込んでくる。あーっと逃げ中段か。それうっとしな。当て身下段では取れない。飛び込みしっかりガードしてダッシュで体を入れ替えていく。武装仮面殴っていく。ここはガードナイスガード下段よしよく見てる。さあ当て身の準備はバッチリ。あーすかかくー死んだ。勝者慎吾おめでとう。
じゃあ千秋選手、パルキシ選手、じゃんけんして席を決めるんだ。はい、じゃあ千秋選手が 1P、 2P がパルキシ選手ね。楓楓です。楓楓、お互い楓で。じゃどっちが最強のスーパーサイヤ人なのか、決めてくれ。決めてくれ。さあ、おっと、これ技イズムと力イズムで分かれましたね。力と技、1号対2号の戦いですね。そうですね、1号対2号。熱いですね、これ。パルキチ選手が青い方ですね。あの黒い通常カラーが、あれでしたっけ、千秋さんね。千秋さん。さあ、千秋楓。千秋の技か、パルチの力 か、ね、パルチの力か注目の一戦になった。どちらが勝つのか。あー、飛びがいきなり入った。パルチが力を見せていきましたね。力を見せていきますよ。それに対して千秋がどんな技を出していくのか。そうですね、あのパルキチ選手もどちらかというと微分選手に近くて、はい、あの波動拳と昇竜拳あると大体戦える感じの選手にはなっていると。だからああいう突進技とかよく分かってないからやられちゃう。ちょっと出しちゃうんですね。ファンナックルかなみたいな感じ。たまにあるんだなこういう技みたいな感じでたまに出してみたいぞ。出してあれみたいな感じ。あれで格安もらって体力同じぐらいという感じでしょうか。さあお互い同じぐらいぞ。さあどっちが先にスーパーサイヤ人になっていくんでしょうかね。俺は怒るのか注目したいところです、ね、俺は結構お互いに。おー、あー、サンダーゲイザー、サンダーブレイク、つながる、大ギリ。さあ一歩選手千秋、千秋お見事、技の千秋がまず一本。これはちょっともうパルキ変身せざるを得ない。これはね、感じですね。これはもうやらざるを得ないですね。試合展開によってはね、スーパーサイヤ人にならざるを得ない。問題はどちらが先になるのかって、ね、ですね。あっとここはガード。これだとお互い1ですよね。先になってやるもんかみたいな感じがある。もうそうですね、そうです早くなれよと。なれよ、そのまま殺されたら意味がないですけどね。いやー、千秋さんの連続技が面白いに刺さってるぞ。見事に入ってますけどね。何か差し合いでパルキス選手が、おっとするんだ、入れたー、繋がーがー、が見せただけだった、見せただけ、逆にこうやるんだよーだー千秋のお手本、お見事、レクチャー一本選手、あ、千秋勝利、お見事。さあここでじゃあなる武蔵、なる武蔵、福行き、福行きですね。はい、じゃあなるさんと福さん、じゃんけんして席を決めてください。よろしくお願いします。さあ福さん、あ、福、え、あれ、福さんいる、福さんいる、あれ、福さん、福さんいる、あ、福さんいた、いたいた。じゃあ福さん、なるくんとじゃんけんして、はい、いやなる、ワンピー、ワンピーなる、ツーピーゴは福のゆきちゃんということで、ゆきちゃんです。で、なる選手はあのコマンド入力失敗したらその場で負けとなりますので頑張ってくださいね。そうですね、茶色い竜が出たら、茶色い竜出たら負けですよ、負けですよ。いいですか、なる、あ、負けそう、大丈夫やばい、時間がない、あー、出ちゃったよ、出た出た、これはですね、出ちゃった出ちゃった。最近ガロスペ勢のアキラという男が直前にボタン切り替えスイッチを回すという暴挙に出て、はい、ひどいことやる、ね、ひどいことをやるのでトラップ注意ということで、やばいですね。じゃあ 1P 側はナル武蔵、 2P 側は福野ユキ、ユキ、まあ福さんとユキもかなり丁寧な立ち回りで強い感じなので、はい、ここはもうナル暴れていきたいですね。もうどんどんぶっこんでいきたいですね。ぶっこんでいき、これですよ、強力なやつ、これ当たる、 X ジャパン、 X ジャパンで、 X ジャパンで当たるといてえぞ、世界を取っていきたいですよね。世界を取った X ジャパンどうだ、世界を制す、世界を制し、おい、 X ジャパン、 X ジャンプ、 X、 X、 X を当てていきたい、 X、 素晴らしいですね、当たりましたね、ナイス X ですね、ナイス X、 当たった当たった、サイケデリックバイオレンス&クライムオブビジュアルショックでしたね、素晴らしい、危ない危ない、あーっと、しかし X、 日本が X がどうなる、蹴られて大丈夫か、あー、大丈夫か、どうだ、頑張れ、クータイク届いてない、あー、バタ、石塚智明、あー、日本選手は福石塚智明って久しぶりに俺今口から出ましたね、俺よく出ましたね、何十年ぶりにパタの本名が、パタの、あー面白かった
なんで一番最初に出てくるメンバーがパターなんだよ。そうですね、あいつは船橋に住んでましたね、石塚くんはね。さあ下段から入っていく。X! ダメです、残念、ガードされちゃう。残念ですね。あとあ、そうそうそう、なる、忘れてるかなと思ったけど、そのジャンプ台強いっすよ。そう、そうですね。超強い。今思い出しましたね、思い出した。よかったよかった。これが強い。そうなんですよ、あれが結構強いんで。あー基本としてはやっぱり強い技を強い時に振る。振っていく。そして隙あらば X。X です。これをよろしくお願いします。X をぶっ込んでいく。X をぶち込んでいく。あー雪強い。おっと、雪が服をついている。あっと中段追い風で下段下段痛いぞ4段チクチク4段うまい落としていく落としていく牽制で落とすさあ飛び道具さあどうなるんだどうするんだあージャンプ超える届いてないあー X あるかあー立ってないあー切られたあそこで X さえ出ていれば X さえ出ていれば勝者フクお見事あこの面処理落ちすごくて、はい、コマンドの入力タイミングが変わるらしいのね難しいですねじゃあ次ウィッカ選手と、タケヤン選手ですねさあウィッカ天野とタケヤンはいそうですねおタケヤンが 2P はいじゃあ 1P 側ウィッカ 2P 側タケヤンじゃあ準備ある来たら試合を開始するんださあちゃんとした天野ですよちゃんとした天野ちゃんとした天野ウィッカ丁寧な天野そしてタケヤン選手昨日リュウコの剣全部入り大会というのを行い、流行1、流行2を取ったタケヤン、今、ノリに乗っている状態で、ね、そして強キャラを使っていく、流行1、2を取ってればもう、ね、取ってればもう雪ぐらい、はい、何このゲーム、超面白いんですけどみたいな感じで、何これ、何これ、俺の知ってるゲーム、格ゲーと違うみたいな、すげえ面白いみたいな、キャラちっちゃいけど、面白いじゃん、面白いねみたいな感じで、タケヤンの強さがもしかしたら爆発するかもしれませんね、はい、開花するかもしれない、さあ、そこはウィッカー、ウィッカ選手の天野に、下段から入っていく。このぶっ込みが強いですからね。そうですね。さあそれに注意しながら丁寧に丁寧に竹山立ち上がっていく。アイスゲイザー当てていくのは竹山。下段から。下段。小技いやらしいですね。やらしいですね。あのバック手がやらしいですね。そうそうでしかもさ足払いもさリーチに上げんだよって感じだよね。なんでこんな長いの。ねずるいよね。長すぎ。間違えたなこれほら。間違えた。あよしよしよし。ほらバック手。いいですよ。ウィッカ選手我慢している。ああ。おっと。刺さってしまった。すれ違い。すれ違いざまの攻撃。ダイリガードしてお互い台を振っていくあっとごめんよごめんよザクッちこのゲームはやっぱ酒って本当確定してる時しか出せないですね怖くてリスクが高すぎて、さあ、一気に逆転おっと時の上飛んでなかったタケヤン一歩接種おっと競技の駒が飛んでいきましたねそうですねさあジャンプおっとお互い酒が空を切るどうだどうする大ギリ大ギリあっとこれは弾いた入って叩き落とすこのヘリそうですねこのヘリですよこのヘリです弾からの連続技これがやめられないこれがあるからやめられないさあ近寄ってくるところ竹谷が追っ払っていくがごめんよ弱で入る弱すれ違いさあ両者ともにゲージが溜まっているこの状況体力リードはタケヤンじゃなくてウィカあーるぞ入ったぞ減るなあの将棋の駒は減る減っていった1-1減ったウィッカー天野強キャラと呼ばれているユキに対して1本取ったぞさあこれでダブルリーチダブルリーチですね最終ラウンドさあ殴っていく竹谷もこう落ち着いて、まあ、クレバーに立ち回って普通にユキ強いんで、はいはい、その辺がどうだいおお見事な弾き弾き弾きやがった弾いたやつめやつめ弾きやがったさあ切っていく切りが入ってグタクかぶせていくのは竹谷体力が同じぐらいだが連山が入る連続が入って体力リードちょっとリードが竹谷ですねさあでもあの天野はねウィッカー選手は一発あるんでね一撃持ってますからねもう少しでゲージが溜まるぞもう少しでゲージが溜まるぞ一瞬でも気を抜けないさあ飛んでさあ上から振ってきてガードしたロングジャンプバックステップ避けていく竹谷バックシュジャンプを使い分けて足払いその隙に小切りを挟む少しずつ体力をめぐりさせこれは弱さあ同じぐらいになったぞさあ調室準備 OK おっとすれ違いの順序ごめんよどうだ振っていくさあ竹谷体力減ってるなんか回したぞ回したぞどうすんだどうすんの回っただけだった回っただけだったエターナルフォースブリザードのプレリュードかと思いましたけどね何もなかったですねあのまま飛んでいくかと思いましたけどねタケコプターってやつですねタケコプター危ないかー差額
竹谷勝利おめでとう。びっくりしました。いやグレート台風のプレリュードかと思いました。ありましたね。じゃあ微分さんと慎吾くんですかね。はい、はい、じゃあ微分選手、慎吾選手、じゃんけんして席を決めるんだ。さあ微分会で慎吾勇気。さあこれはやっぱ微分さんがサイヤ人でどうやって慎吾を下していくかっていうのが ね注目ですね。いつサイヤ人になるのかっていうのがそうですねポイントですね。まあどちらもまあ月刊1の二強と呼ばれているキャラクターを使っているということで、はいはい、これはちょっと熱い試合になるんじゃないかな。まあ慎吾選手もね何やっても基本的にゲームうまいんで。うまいですからね。どのように潰していくか注目。微分さんが今日は波動昇竜キャラを使っているということは本気ということですね、はい、本気です。さあ1ラウンド目、さあ微分ライクなキャラを使って微分ライクなキャラ、有権タイプではない微分ライクだと。ライクだ。あっと互角タイプ、タイプおっとワンツースリーク4-5入れて追い打ちまで切れてる。クレーン見事踏みつけを使っていくと。さあジャンプ壊し下切り、ちゃんと割り込みポイント分かってます。そうですね、小技で割り込んでいくのは非常にビームサイプはうまいですね。差し合いが強いですね。うまいですね。さあここは慎吾手を出しづらそうだ。おっと外した。連続技残念、今安かったですね。ゴール。そしてのクレーンまで。さあこれで体力半分、爆半しっかり決めていく。微分丁寧な立ち回り、はぁー5も連続よく連算。ナイスリーダー。さあ一旦近寄って画面端、おっと、おっとまずいまずい。3連算、うん、んでいく。さあ微分さんがどこで熱くなるかですよ ね、 すね。まだまだまだ冷静ですね。まだクールですから、クール微分ですね。クール微分、クール微分がホットになっちまった。ホット微分になるとき試合が動くぞということで注目したいところ。クール微分がホットになるのはいつのが。おっとタイムに変えて、うまい微分さん。ゲイザー、ゲイザー当てていく。打っていく。クータイク逃げるか。微分どうなの。あと3秒2秒、逃げ切る。あー時間切れ、時間切れ。一歩選手微分、今日の微分さんキレキレですね。キレキレですよ。さあ2ラウンド目、さあ2ラウンド目、怒るまでもねえかなみたいな感じでしょうか。あーと弾いて1本目は。さあ5連算しっかり、体力4分の1、はい、4分の1を削っていく。さあそれに対してどうするんですね。していくか。おっと対空だと信頼していたはずの対空技が、おーあーこれ切れた、ぶち切れた。クールがホットになっちまった。ホットになった。もう試合を終わらす気ですね。終わらす気ですよ。もうめんどくせえいいやみたいな感じで、もう終わらせてやる、終わらせてやる。これで終わりだ、これで終わりだ。勝者はビーム変えた、お見事。なんか雑な立ち回りに見える感じもしないでもないですけどね。じゃあ千秋選手、右京選手、じゃあ、はい、じゃんけんして席を決めてくれ。さあ来ましたね、優勝候補の一人、はい、右京選手ですね。右京選手、さあ今日は右京選手楓を使っていくという、もう強キャラで、強キャラです、見せてやる俺の強さをという感じでしょうか。ワンピーガは千秋、ツッピー側、右京、お互い楓、おっと、お変なカラーの楓が出ましたね。右京カラーですね。右京カラーですね。右京カラーですよ。右京カラー、妖刀を持ってますよ。妖刀を持ってますね。完全真っ赤ですよこれ。ブラッドソード的な、ブラッドソードです、感じの吸収的ですね。吸収的な感じ、ファイナルファンタジー的な感じでしょうか。さあ、おっと弾いた、おっと、さあ、さあすが力強い、力強い、この世に現存する唯一の結果ワン勢、今日頑張ってほしいところ。数少ない希少種ですからね。うまい、ゲイザーまでしっかり紫色のゲイザーを決めていく、決めていきます。さあバックジャンプ、ここはしかし千秋選手も負けないですね。攻めがうまい、技を駆使していく、技を駆使していく、飛んでいく、強い技、ショートジャンプ、振って振って、おっとバレていた、振っ込んでいく、7連入れて追い打ちまでしっかり。さあいい勝負、体力ほぼ5分、地球上にほぼ現存することがない初代結果勢、結果勢右京頑張ってほしい、頑張ってほしい。あー千秋、しかし千秋がうまい、まだ体力あるぞ。右京が待ちきれたが昇竜拳、まずい、紫スーパーが千秋一本選手。いやここから右京選手の巻き返し、ね、期待したいところですね。痛いところですけども、危ない、そのする地球上から消えかけてる初代月下勢を見せてくれ、見せてくれ、頼む、全ての思いを背負って、今紫右京で、紫右京が右京カラーで、右京カラーですよ。帰れガードして、おおかっけ、3連算、いいですね、殴っていく。あー千秋が強い、ゲイザー、さあ右京も返したい、見たいですね。
まくるか。あーガードガード解いちゃった。ダギリ千秋が強かった。ありがとうございました。残念、右京選手ここでやられてしまいましたね。ありがとうございました。千秋がありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、福さんと、竹やんか。じゃあ、福、はい、竹やん。じゃあ、一応枠取り直します。はい、枠倒れ。もう皆さん、お気づきになった方いるかもしれませんが、もうユキと楓しかいません。まあ、らしいですね。そうですね。らしいです。まあ、もう初代のストリートファイターみたいな感じで、竜、はい、と剣しかいないみたいな感じで。もうすべて根絶やしにされましたからね。根絶やしにされましたね。残念でしたね。滅びました。絶滅。絶滅しました。しかし人類は。あ、はい。ちょっと待って。ちょっと待って。今枠取ってます。枠取ったら入れるね。はい。はい。じゃあ行きますよ。後半戦。ワンピー側、福選手のユキ。ユキ。ツーピー側、竹山。間違えた。間違えた。キャラは決まる。ごめん。ちょっとキャラ間違えたんでもう一回やります。はい。この場合は OK。 この場合は OK。 さあこれもまあタケヤン得意の戦法ですね。そうですね、完全そうですね、わざと、わざと間違い、これタケヤン戦法、タケヤン得意ですよ。えって思わせて、その隙にここ大一番でやりますからね。大一番でやりますからね。タケヤンはというわけでワンピが服の赤いユキちゃんで、はい、技、はい、いや力、力、いや技、悩んでもらって構わないですよ。 やはり力、力。そしてタケヤンが白いカラーのユキ、ユキ力をイズムを選んでいくと。さあお互い力と力のぶつかり合い見せてくれ。この辺も五分ですからね。五分ですからね、もう強キャラ弱キャラかけないですからね、はい、もうこれでパワーですね。お互いのストリートファイター力が、ストリートファイター力だけで戦っていきたいところですよね。まあ気がつけばもうユキとカエデしかいないこの結果の天使大会、このゲーム寂しい限りではございますが、これが現実であると。こういうゲームでございます。これが現実だ、ね、さあここはゲイザー対空2連山。さあタケヤンはまあおそらくこのゲームも大してやってないと思われるんですが、はい、そうなんですよ。やはりこのストリートファイター能力が高いですね。高いですね。ちょっと弾き読んだ。タケヤンのストリート能力は高いですね。かなり高いですね。高いですね。まあその辺がちょっと注目になるんでしょうか、はい。さあ、フック選手、体力リード奪われているが、ワンチャンあるからね。ワンチャンありません。あー！ジャンプ感立ち回り、うまいですね、これが。ザクッと切っていく。さあ、これに対して、タケヤンが。おっと、おー、今、弾き。お互いの読み合いが交錯する。交錯しますね。さあ、どうだ、空対空。対空、ガードして、足まで行くぞ。おっと、腰から4連。切っていく。あー！チョイス4だ、大切り。ガード、若干返した。最後は諦めない。足払い。ここはタケヤン気張った、ね、一方選手見るところをしっかり見ている。そうですね、落ち着いてましたね最後までね。さあそれに対して、さあ福選手頭ないぞ、切っていく、ガードして大切り、ガードしちゃう大切り。今のここお互い読み合いが発生しますね。よく見ましたね。読み合いが発生しますね。まあ今やることは分かってるんでしょうね、はい、大体ね。見えない霧が飛び立っている。おっとこれ連続ザザザッと6連算6連体力大幅リードフック。さあ足からもう一回足から持っていける。これが強い。そうですね、あの足まではやっぱ強いですからね。強いですね。そして目押し質圧技にしっかりつながって。危ない危ない、ガボこれガード返して、上品決めていく。さあ体力大幅リードはフック。2ラウンド目は優勢に進めて、さあこのラウンドはどうする。さあ中段、ここはうまく竹谷立ちまった。対空最後まで諦めない。ゼロドットからの勝負で勝利。大切りあるかもしれない、あるかもしれないのか、あるかもしれないよ。繋がってはいない。さあどうだ、あーさすがにゼロドットでは厳しかったか。さあ1本取り返したぞ福。さあ1時3本目最終戦。さあ距離を取って様子見てるね、差し合いでしょうか。さあおっと、おっとこれが入る、飛んで裏から足まで嗅覚クッテク差し合っていく。ゲランバックステップで様子見フク中段あれ強いよな。ダイクここはタケヤバックジャンプと思わせてすぐ飛び込んで上からかぶせられなかった。連続技はなかった。少し当てていく。そうですね、まだ単発になってしまっていますけどね、はい、少し単発当てさあどうだ中段から、あーっと対空うまい、服うまい、さあどうする、あー大上からかぶせた、連続入ってよく連算体力大幅リード服。さあタケヤンどうする、どうする
ふわげだ。あ、ガボン、これに対して、おう、ジャグ入りでしたね、よかったですね。まだありましたね。竹安かった、よかったよかった。さあ、それに対してうまい、バックセット、お、対空が当たる。さあ、体力リードオック。ここはやはり、竹安、グレート台風のやっぱプレイリードをもう一度、あー、切られる。あれを出していかないといけない。あれを出していかないといけない。出ましたね、出ましたね。来たぞ、いるか、俺の超必殺だ。超必殺だ。何もない。何も起こらない。さあ、勝者、福、お見事。いや出 た, 出たんですけどね、惜しかったですね、惜しかったな、何もないっていうね。というわけで、微分さんと、千秋さん、じゃあ試合の方お願いします。最後最後見せてくれましたね。見せましたね。何かあるんじゃないかと思わせて、あの技は何があるんだって思った、ね、何もなかった、何もなかった。で、ワンピー側、千秋、2ピー側、微分さん、これいい勝負になりそうだな。さあ、とはいえ千秋選手はなんと右京選手の楓を破って、破ってますからね、上がってきているということで、そしてこの色ですよ、この色、この色を受け継ぎましたね、右京の洋服を受け継いだ。紫にしてきましたよ。そうですね、右京、あとは俺がやっとくよと微分さんに立ち回っていく。しかし微分さんはね、はい、キレキレになった時に本当にそう、ああいうことが起こるんですよ、起こるんですよ、これそこで弾くかねみたいな、何かを感じてるんですよね。そうですね、多分戦いの中でしか生きられない男ですから、ね、微分センサーがありますから、ね、微分センサー、第6巻第7巻そうですね、あの微分センサーが、はい、視覚化されるのはときめもやってる時だけっていう、あの時だけは視覚化される、視覚化されますからね、微分センサー出ますから、微分センサー出ます。おーっと、おー、ここでスーパーモード、ここでサイヤ人になっていく。勝負を決めに行くか、微分、さあ上流拳、勝負を決めに来ましたね。ロックジャンプから早いタイミングで、早いタイミングから勝負かけに来ましたね。これだけの強敵ということですね。そうですね、微分さん、ここは相手を舐めていません。おーっと、これっと、これパープル、千秋もパープルスーパーサイヤ人に、パープルスーパーだ、あーガード、どうなの微分さん、これどうなのよ、どうなの、あー上流拳、上流一戦、まずは千秋落ち着いて一本選手、2本目、さあさあ、ここは空対決、おーっと、いきなり、だんだん微分さんが雑になってきました。いや、雑ではないですね、作戦ですね、作戦ですね、作戦ですからね、微分戦士ですよ、微分戦士図、微分戦士図で目覚めてますよ、新たな価値観、微分戦士図、そう、切ってく、切ってく、勝負、あー、ビヨンテル、まずい、微分戦士図、微分戦士図だ、昇竜拳で強引に切っていく、すごいですね、いやー、最後の最後まで分かりませんね、分からないですよ、これは。さあどうする、スーパーサイヤ人なのかセイントなのか、もはやもう分からない、ああもう、ま、微分選手で目覚めましたよ、微分選手で高速を超えると、高速超えましたね、高速を超える、優に超えてますね、優に超えましたね。さあ微分さんがビッグバンクラス、ビッグバンクラス、ああ、千秋の武器が、武器が、千秋の武器が、これが微分選手、千秋が赤ちゃんになっちゃう、赤ちゃんになっちゃう、千秋がこれは君が泣くまで殴るのをやめないと、ばかりに昇竜拳を連打していく微分。さあ、ここで千秋かけていく、勝負かける、わからない、わからない、これはわからない、まだわからない、千秋がパープル、紫だ、しかし結局昇竜かよ。勝者は微分、お見事、結局昇竜拳かよ。いろんな選択肢があった結果の、あったよ、変わらず結果のあれを選んだんだと、あれを選んだ、あれが微分選手ですよ、俺には昇竜拳を捨てるだけしか思わないと、これだこれだ、もう120本ぐらいあるラインの中から選んだんですよ、やっとあれを選んだんですよ、全見事に決まったということで、選び取った。いやー、千秋さん惜しかったな、残念でしたね、ありがとうございました。持ってました、持ってましたね、はい、というわけで、はい、ございまして、犬のおまわりさん、はい、パート9、月下の剣士初代大会決勝戦始めたいと思います。じゃあいい勝負になりそうです。福選手、ユキ、微分楓、じゃあじゃんけんして席を決めてください、よろしくお願いします。どっちが二強と言われているこのキャラ情勢の中で、はい、ユキなのか楓なのか、本日2015年1月19日に決まります。決まります。楓でしょってワンピー、そう言わずにお願いします。福さんお願いします。福さん、ワンピゴは福選手の、ユキですよ、ユキ、ツピゴは楓、微分、福さん、ユキですよ、ユキですよ、大丈夫ですよ、一つ横ですよ、大丈夫ですよ、微分さん勝利越してるだけですけど、はい、それが強いんだっつーのね、だからあれが微分選手ですから。さあ、微分選手ですか、それとも丁寧な立ち回りに定評がある福か、福か、
服には飛び道具は効かないですからね。飛び道具効かないですからね、これちょっともうビームさんもパワーウェブ使えなくてもうかなり怒ってますよ、ね、今ね。かなり怒りゲージ溜まってますよ。切れるぞっつって怒り頂点なりってなりますからね。さあこれは最後注目の一戦でも福さん、あっビームス選手弾いただけだった、弾いただけでした。ああいうのがあるからビームさん怖いですよね、おーと服が、しかし服もう今のうちに殺しちゃえとばかりに連続技を決めていく、一番これは取っておく、じゃんけん全勝ち、ゆき全勝ち、服素晴らしい服、さあもうゲージを使わせねえぞと、使わせない、おっと大リー、あー使っちゃった、危ない危ない、さあしっかり最大取っていく、取っていません、あーこれがビブン選手バッチリでしたね、今変人が今出ましたね、出ましたね、どうせお前弾きやんだろみたいな感じで見てる、なんで見てんのみたいな、さすがですね、やっぱりさすがビブンさんすごいですね、あの通常状態でもビブン選手に近い技が力が出てくるようになりました、ね、あービブン超強い、よく読んだ今それまた読んだー、いちいちおかしいな、おっと今福さんが今おかしいなと、おかしいぞ、何かがおかしいぞ、何かが何かが入ってビブン選手に目覚めた、ここでぶち切れていく、ぶち切れた、もうわかったぞ、ビブンさんが水を得た魚のように、昇竜拳、昇竜拳、あーまたおっと来たこれが完全にレイプ、レイプです、優勝はビブン変えて、お見事、みんな拍手、今ボブさんがこの配信を見て地団打踏んでることでしょうね、なんだよビブンさん勝利打ってるだけだよみたいな感じというわけでございまして、放送席ヒーローインタビューでございます、はい、はい、じゃあ優勝したビブさんです、みんな拍手、ありがとうございます、ありがとうございます、今日いっぱい今年一発目の、はい、初代月下大会、はい、ちょっと見事優勝ということでちょっと振り返ってみてどうですか、いやもう最近なんかいろいろ誤解されてるんですけど何を誤解されてる、やっぱり波動昇竜ですよね、やっぱ俺は波動昇竜であると、はい、そのこういうお面のキャラクターはあくまでこういう時だけだと、そうですね、キュアビブンであること、わかりました、まあ一応信用しておきますけど、はい今日ちょっとボムさんいなかったんですけど、はい、ボムさんに一言言ってやってください、今度また焼き豚食べに行きましょう、焼き豚ですか、わかりました、お誘いじゃないですか、ボムさんはあんまりこう病気の世界に引きずり込まないように注意してほしいですがどうですか、月下の剣士楓使って今後もちょっとやっていく感じですかね、いやそうですね、本当にこんなバカみたいな波動昇竜が使えるのはこのゲームだけなんで、すごく こだわっていきたい、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい気持ちいい、微分微分いい気持ち、微分いい気持ちですよ、わかりましたというわけで月下の剣士以降も、まあ、月下2とかいろいろこう大会あると思うんで、はいはい、まあ、波動拳と昇竜拳使ってどうかまた帝の大会盛り上げてやってください、よろしくお願いします、あちょっといいですか、あいいよいいよ、今日夕方ぐらいにストリートファイターカーニバル4の、ええまあ、発表されたと、ええ、見たんですけど、ええ、ときめもパズル玉がなかったので、ああ分かった分かった、忘れてた忘れてた忘れてた、別に平日じゃなくて2月14日に組み込んでくれても、ああじゃあ2月14日組み込むよ、あ分かった、ありがとうございます、はい、じゃあそれも後で足しておきます、忘れてました、忘れてました、はい、というわけで、ときめもパズル玉を選んでくれたビブンさんでした、はい、優勝おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、忘れてた、さすがときメモ勢ですね、はい、さすがときメモ勢ということで、というわけで月下の剣士初代はい、今日すげえ上手い人たち集まってくれて誠にありがとうございます、今後も、はい、定期的にね、うん、また試合開催していきたいと思いますので、はいはい、多分3月にはまた定期的にやれる感じにはなると思うので、いいですね、月下勢の方よかったらぜひ遊びに来てください、はい、というわけで、犬のおまわりさん杯は、1月平日まだまだ続きますということで、ですね、明日がですね8時から萌えプロホームラン競争の大会となります、はい、来ました、22日木曜日、サムライスピリッツ初代で、はい、トーナメントになっております、そして金曜日23日月下の剣士2です、お2が来ました、月下2をまたやりたいと思いますので、よろしければまた月下勢の方2もやれるよっていう方は、はい、よかったらぜひ金曜日8時から行いますので、はい、ぜひ参加の方よろしくお願いします、お待ちしています、というわけで今日コーリーさん誠にありがとうございました、はい、こちらこそです、エアガイツ世界大会本当お疲れ様でした、お疲れ様でした、またガロスペの世界大会で、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ぜひぜひやらせてください、はい、
というわけでございまして、犬の周り3杯パート9、はい、月下の原始大会以上終了。ありがとうございました。ありがとうございました。よかったら後で遊んで帰ってあげてください。よろしくお願いします。